祝ハットトリック激勝4対0ダメダフットボールです。緊急特番、本日はアルベル東京の新世代フォワード渡辺龍馬選手大絶賛スペシャルをお送りします。そこでまずは某サッカー VTuber の前節湘南戦での渡辺選手の寸評を振り返ってみましょう。右ウィング渡辺龍馬 4.5、 結局シュートをブロックされるなど、やっているようでやりきれたプレーが少ない、やっているようでやりきれたプレーが少ない、やっているようでやりきれたプレーが少ない。ホップステップチャンネル登録。試合経過、1週間前15位湘南に完膚なきまでに叩きのめされた FC 東京、その完敗ぶりから意図せずも絶対に負けられない戦いという位置づけになってしまったセレッソ大阪戦。90分間を通してゲームを支配したのはホームチームの FC 東京。前半こそ 0-0 だったものの、後半開始直後の48分、左サイド番組並んでカシーフのクロスをファーで受けた渡辺龍馬、トラップで角度を作って左足から放たれたシュートはサイドネットを突き刺す、1-0先制。8月の台風で延期開催となっていたこの試合に再び嵐が吹き荒れる、その先ぶれとなる一撃。76分には右サイド中村穂高からのクロスをまたしてもフリーの渡辺龍馬が右足ダイレクトボレーで2-0、ハットトリックへの期待が生まれたわずか1分後、塚川のクロスをヘディングで押し込んだ、渡辺龍馬ハットトリック達成。そしておまけのルイス83分、ダメ押しの4点目を決めた。これで試合終了、完全勝利。はい、この試合の良かった点見ていきます。ゴールだけではない渡辺龍馬の貢献。アルベルサッカーはサイドバックが主導権を握ると強い、この2つ。今日は龍馬絶賛大スペシャルとか言っといてゴールシーンの解説はしないんですけど、そこのシュートのかっこよさやポジション取りの中での止まる動きやバックステップの巧みさっていうのは、これはもう何回もダゾーンを皆さん見ていただいてじっくり堪能してください。というわけで、まずは近頃恒例のシステム検討。東京いつもの4-3-3に対してセレッソは4-4-2、4バックに2トップ、中盤の形は一応台形なんだけど、ビルドアップの際は2ボラの1枚が降りてきてバックラインからパスを受けたい感じ。90分間このセレッソ戦で起きていたのはほぼ鹿島戦の前半と同様の東京優位なマッチング。まず前線からのファーストディフェンス、ディエゴめちゃくちゃ良かったです。キーパーのキム・ジンヒョンを含めたセレッソのバックラインにはあまり前プレスに行かず、中盤降りてくる選手へのパスコースを徹底的にケア。残ったボランチのもう1枚はクリューや塚川が担当してそこにも通させない。無理めにボールをつけようとしてパスやトラップが乱れれば東が刈り取る、ここは東のゾーン。前半5分にクリューとアダ・カシーフでマークの受け渡しをミスって決定的チャンスまで持ち込まれた以外には中央の守備はほぼ完璧だった。じゃあセレッソ的には中がダメなら外に展開してってやりたくても、これ龍馬の可動域の広さとカシーフの強気な前目のポジショニング、これでセレッソのサイドバックは上がりきれず、また中につけようとすればクリューと塚川がカット。本当にセレッソは前々節の鹿島と同じハマり方をしてた。これは明確にアルベルの狙いがそうこうしたって言えると思うんだ。でここまでが守備の話で、攻撃面でも右サイドからハーフレーンまで前後に広くフレキシブルにポジションを取り続ける龍馬は組み立てからもめちゃくちゃチームを助けてた。6分の場面、こちらは25分の場面、ウィングの選手がここまで下がって幅を取る、数的優位を作るのに貢献している。でもって自分にボールが来なかった場合はまた前に戻るか、時には前線中央へのダイアゴナルラン、これを何回も繰り返してた。そしてその過程で形成される龍馬、穂高、塚川のトライアングルも素晴らしい。かぶらず動きながらこの三角を作ることで
プレスの回避と前へボールを運んで、ウタカがオーバーラップやインナーラップを仕掛けるタイミングも稼げてた。この組織的な連携で崩す右サイドと、割となぜか1対1を制してチャンスを作れちゃうカシーフの左サイド、左右の対比もすごく良かった。両サイドで主導権を握る、決してサイドバックが受けにならないっていうのがアルベルサッカーの重要ポイントだったっていうのを改めて思い出した。そのくらいこの試合のカシーフとホタカはハイパフォーマンス、ベンチにいる長友をうかうかさせない、脅かすには十分なプレーを見せてくれたっていう風に思います。はい、じゃあ今日はもちろん悪いところなしでこのまま選手採点やります。はい、ゴールキーパー総備区 6.5、 セレッソの枠内シュートは1本のみだったが、枠外シュートにも良いポジションを取り続け失点の気配はなかった。68分の総備区チャレンジも大成功。ディフェンスセンターバック森重 7.0、前線にフィード1本で届ける意識、いつになく高かった。相手からのロングボール対応も間違いなし。先制点を取った流れは森重のカットから始まった。センターバック木本 6.5、 右サイドのビルドアップよし。今日は前半後半でそれぞれペナルティエリア内でのピンチを救うスライディングも見せた。左サイドバックバングーナガンデカシーフ 7.0、クロス本数5本のうち4本成功。アーリークロスの精度よく、2つ3つ目のアシストがついても全然おかしくなかった。カシーフのような攻撃的サイドバックは数字を残すことが何よりも大事。90分間ナイスプレーでした。右サイドバック中村穂高 7.0、 2点目のアシストクロスだけではなく、3点目も穂高のロケットスライディングから。行き切る守備、接触を恐れない気持ちの強さがある。後半は特に出足が鋭かった。ミッドフィルダーアンカー東 7.0、 グランデ東再び、バイタル中央でのパスカット、ボールダッシュは2度3度では効かなかった。前半ロスタイムにセレッソの上城を散々追かけ回した場面は常軌を逸している。さらに51分ファール抗議の時の表情が躍動感溢れすぎててすごく良かった。充実。左インサイドハーフ松木玖生 7.0、 いつにも増して激しさと寄せの速さが光っていた。試合終盤にも強度が落ちることなし、ゴールが欲しい気持ちもビンビンに伝わってくる。右インサイドハーフ塚川 6.5、 ハイライトは3点目のアシストだけど、龍馬穂高が派手に立ち回る分黒子的な働きをしてくれた。塚川のおかげで攻守にノッキングせず右サイドがスムーズだった。フォワード左ウィングアダイウトン 5.5、 26分、ポストに嫌われたところで今日はアドの日ではなかったか。シュートラストパスともに精度が足りなかった。右ウィング渡辺龍馬 8.0、 守備組み立てフィニッシュまで全てに関与。ゴール前では右サイド左サイド中央の全方位から最後までやりきるプレー精度の高さを見せてハットトリック、文句なしのマンオブザマッチ。センターフォワードディーゴ 6.0、 キープ力と相手をいなすターンで前線のポイントになった。ファーストディフェンスもしっかりやれていて貢献度高し、点が取れれば完璧だった。交代選手ウィング今野 6.0、 3点目塚川アシストの直前、密集に飛び込める旋回性能の高いドリブル20丸。センターフォワードルイス 6.5、 まだまだプレー回数は物足りないけど結果を出せてよかった。ゴールシーンの飛び込むタイミング、チップシュートはストライカーのセンス。インサイドハーフ阿部シュート 6.0、 本人はスタメンへのこだわりが強いようだけど、途中出場でアシストゴールが多いあたりに気持ちをプレーに爆発させる、そういったメンタルコントロールのうまさを感じる。ウィングレアンドロ 5.5、 球離れの良さにちょっとだけ新しいレアンドロが垣間見えた。85分出場の木村誠二は採点なしです。以上まとめ。まさかこんな試合になってしまうとは。また前回の私発言で恐縮なんですけど、この試合に向けて前節振るわなかったりミスをした選手は頑張ってほしいって言ってたんで、今日の龍馬、森重、ルイス、めちゃくちゃ感動しました。もちろんこの3人以外のみんなのメンタリティも
ひしひしと感じた。そういうアルベル東京の一体感、最高よ。というふうに喜んでいたところ、動画作成中に発表されたこのニュース。ディエゴが左股関節の治療のためにブラジルに帰国。今シーズン調子が上がらないとずっと言われてきたディエゴの怪我の詳細が明らかになった。ディエゴが2試合を残してチームを離れて、私はこれでまた名古屋戦も絶対に負けられない戦いになっちゃったって思うんだけど、でもアルベル東京っていうチームは絶対にやってくれる、そういう雰囲気のあるチームになってきたと感じるんで、ここは私たちも2週間後の名古屋グランパス戦しっかりと準備して応援頑張っていきましょう。じゃあ今日はここまで。また皆さん次の動画でお会いしましょう。今日の試合の感想コメントも待ってます。以上、ダメだフットボール、コウイメドでした。じゃあねー。